どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、マリオットボンボンホテルのポイント購入すると最大 40% 増量キャンペーンとですね、ちょっと前にですね、マリオットボンボンホテルは長期滞在型のね、ホテルを今ね、計画しているということで、こちらね、追加情報がございましたので、本日はね、この2つ解説ね、やっていきたいなと思います。ということで、まずですね、マリオットボンボンホテルポイント購入最大 40% 増量キャンペーンについてなんですけども、まずね、直近のポイント増量のね、キャンペーンなんですけども、今回ね、ポイント購入すると最大 40% 増量ということで、前回ね、2023年の5月に行われた時に 50%、2月に行われた時に 40% で、昨年の11月に行われたのが 25% オフということで、まあ、今回のね、40% 増量キャンペーンっていうのは、まあ、通常期みたいなね、まあ、そういった感じになりますんで、まあ、めちゃくちゃお得みたいなね、まあ、こういったわけではなくて、まあ、このポイント購入自体のね、キャンペーンも結構高いので、まあ、基本的にはですね、マリオットボンボンホテルにもうすでにね、宿泊する予定のある方で、それをね、ポイント購入して、まあ、差し替えた方がね、まあ、安い方であったりですね、マリオットボンボンホテルのこのロイヤリティプログラムはですね、ポイントで5泊分ね、全部取っていただくと、4泊分のポイントでね、済むっていうね、まあ、5泊目無料特典っていうのがあるんですよね。まあ、これをね、利用される方に関しては、まあ、非常にね、おすすめっていう風になりますんで、まあ、ポイント購入してね、そういった感じで利用する方は、またね、ポイントをね、購入して、マイルにね、交換する方に関してはね、まあ、結構いいのかな、なんていう風に思いますので、ポイントをマイルに交換して利用するっていう場合で、まあ、利用路線とかね、まあ、見たいよっていう方は、LINE 公式アカウントでね、案内しておりますので、もしね、気になる方は、概要欄にね、LINE 公式アカウントね、載せておきますので、そちらね、登録して見ていただければなと思います。ということで、キャンペーンの詳細ね、いきたいと思います。期間がですね、2023年の9月の9日13時59分までっていう風になります。こちら日本時間ですね。で、今回の特典がポイント購入していただくと、ボーナスポイントがもらえるということで、2000ポイントから9000ポイント購入する方は 30% ボーナス、1万ポイントから3万9000ポイントの購入で 35% ボーナス、4万ポイントから10万ポイントの購入で、最大の 40% ボーナスがね、獲得することができます。で、購入条件なんですけども、年間10万ポイントまで、ね、購入することができて、ポイント付与は購入後72時間以内に、ね、付与されます。で、このね、マリオットのポイント購入のキャンペーンは、新規会員の方はですね、会員登録してから30日経過しないとですね、こちら、ポイント購入すること自体ができないっていう風になりますんで、こちらね、最近マリオット会員登録した方はね、覚えておいていただければなと思います。で、今回のキャンペーンですね、4万ポイント購入していただかないと、この 40% の最大ボーナスがつかないっていう風になりますんで、まあもうちょっとだけね、ポイント買えば、特典航空券交換できる6万ポイントに到達するとかね、あともうホテルのね、必要ポイントにちょっと購入して足せばね、届くみたいなね、まあそういった場合はね、いいのかなと思うんですけれども、まあ基本的にはね、4万ポイント以上ね、購入していただくのがね、おすすめっていった形になります。それではですね、ポイント購入の1ポイントの単価見ていきたいなと思うんですけども、今ね、1ドル 144.90 円ということで、非常にね、円安が進行しておりますね。いや、高いです。で、今回ですね、この4万3000ポイントのところね、見ていきたいなと思うんですけども、4万3000ポイントを購入していただくと 40% ボーナスがついて、6万2000ポイント。っていう感じになります。で、費用が 537.5 ドルということで、まあ、これを円換算ですね。1ドル144円90円。かなりね、円安進んで高いですけども、これで計算すると、77,883円。で、これが外貨決済手数料ですね。まあ、アメックスでね、切る方多いと思うんですけども、まあ、大体 2% ぐらいのね、外貨決済手数料乗ってきますんで、79,441 円ということで、まあ、これで導くとですね、1ポイントの単価は 1.31 円ということで、かなりね、高いですね。はい。ですんでね、まあ、今回のキャンペーンに関しては、まあ、普通にね、購入するにしてもですね、現金比較ね、かなりしていただいて、いや、ここまで来るとね、購入してお得に利用するっていうのはね、結構難しいかもしれないですね。やはり冒頭に言った通りね、マイル交換であったり、あとは、5泊目無料特典ね、こういったので利用していただくのはね、いいのかななんていうふうに思うんですけどね。で、このね、4万3000購入していただくと、ちょうど6万200ポイントになりますんで、まあ、マイル交換していただくとね、これがね、2万5000マイルに基本的に交換することができます。まあ、できないのはね、アビアンカ、デルタ、大韓、アメリカ。
こうだけね、この5000マイルのね、ボーナスつかないので、そのマイレージサービスだけ、6万ポイントで2万マイルに、ね、なってしまうっていう風になります。まあ、それ以外だったらね、ニュージーランド航空とかもダメなんですけど、それ以外だと基本的にね、6万ポイントで、2万5000マイルにね、交換することができるっていう風になりますんで、まあ、ここはね、一応一つの目処としてっていう感じですね。で、もう、12万ポイント、購入していただくと、166,272円になって、まあ、これだとね、6万ポイントの倍で12万ポイント超えてますんで、5万マイル以上ね、交換することができるって言った形になります。まあ、マイルに交換したい方はですね、まあ、ここら辺でね、見ていただければっていうところですかね。まあ、いずれにしてもですね、1ポイントの単価は 40% 増量であってもね、1.31 円ということで、かなり高いですね。ですんでね、よくね、計算していただいて、利用ね、していただければなと思います。それでは次にですね、マリオットボンボイホテルの新ブランドについてなんですけども、マリオットボンボイホテルはちょっと前にね、長期滞在型の20日以上のね、結構長めの長期滞在ホテルをね、計画しているっていう話をね、させていただきました。で、これがですね、今ね、ヒルトンもマリオットもね、この長期滞在型のホテルを非常にね、注力してるみたいな感じで、ヒルトンが最初にね、H3 プロジェクトっていうのを立ち上げて発表して、その週間後にね、マリオットもこの長期滞在型のホテルをね、計画してるみたいな。まあ、こういった感じになりまして、で、マリオットはですね、そういった話があって、先日ですね、この長期滞在型の新ブランドのですね、スタジオレスっていうのを、正式にね、発表いたしました。こちらね、マリオットボンボイホテルで32番目のね、新しいホテルブランドっていう風になりまして、まあ先ほども言った通りですね、20泊以上の長期滞在型をですね、設定しておりまして、こちらね、1泊80ドルぐらいのね、まあ設定でやっていくみたいな。だから結構ね、安くて、まあ長期滞在型みたいなね、まあこういった感じで、まあ長期滞在型なんで、客室にね、まあクローゼットとかキッチンとかね、まあこういったものもありまして、まあ宿泊施設内に、まあランドリーとかね、あとペット同伴みたいな、こういったこともね、利用することができるそうなんですよね。で、一応ね、公式サイトもう出来上がっておりますので、気になる方はね、概要欄に載せておきますんで、ちょっと英語サイトなんでね、Google 翻訳とかで見ていただければな、なんていうふうに思うんですけども、まあ、気になる部分としては、このね、スタジオレスっていうこの新しいホテルが、まあ、マリオットボンボイにね、新しい新ブランドで、しかも長期滞在型ということで、マリオットボンボイに関してはですね、もう、マリオットにはこのレジデンスインとかね、タウンプレイスイーツバイヒバリオットとかね、まあこういった長期滞在型のホテルってもうありますので、まあここら辺とね、どういった感じで違うのかっていうのはですね、まあ結構ね、気になる部分ですよね。で、今ね、ちょっと日本では円安なんで、80ドルって言っても多分1万超え、全然超えてきちゃうと思うんですけども、まあ1泊80ドルってことで結構ね、まあ安めのホテルで、まあ今回ね、発表されて運用されていくみたいなね、そういった感じになりますんで、マリオットボンボイのロイヤリティプログラムっていうのは基本的に1泊すると1宿泊実績がもらえますよね。で、また1ドルに対して10ポイントね、マリオットボンボイポイントね、まあもらえるわけなんですけども、まあこれがね、この新しいスタジオレスでも、まあそういった感じで運用されていくかどうかっていうのはですね、今後ね、注目していきたいなっていうところなんですよね。まあ基本的にはですね、マリオットボンボイは、1ドルに対してね、10ポイントもらえて、1泊するとね、1宿泊実績がもらえるわけなんですけども、先日ね、こちらのシティエクスプレスっていうのが発表ありましたよね。もう運用が始まったわけなんですけども、こちらがね、1ドルに対して5ポイント、またね、2泊で1宿泊実績みたいなね、まあこういった感じでね、運用が開始になりましたので、まあもしかしたらですね、今回のスタジオレスっていうのも、1ドルに対してね、5ポイントしかもらえない。またね、2泊したら1宿泊実績しか与えないみたいなね、まあこういった運用になるかもしれませんので、まあこの点はね、ちょっとまた正式発表ありましたらね、解説していきたいななんていうふうに思うんですけども、こちらのホテルはですね、2024年の後半にね、オープン予定ということで、こちらもね、どんな感じになるのがね、非常に楽しみですよね。まあ今出ている情報だとですね、どうやらね、こういったね、長期滞在型のホテルって、宿泊者全員にね、無料朝食を振る舞うみたいなね、そういったサービスが結構多かったりするんですけども、このサービスはね、このスタジオレスっていうのにはなさそうなんですよね。だから本当に安くて、本当にサービスも少ないみたいな、まあこういった感じでね、運用されるのかもしれないですね。ちょっとね、こういったね、長期滞在型のホテルはね、朝食無料だったりいたしますんで、まあここはね、ちょっと残念ポイントではあるかななんていうふうに思うんですけども、まあ今後ね、どういったステータス特典等々がね、
使えるのかっていうのはですね、またね、発表ありましたら解説ね、出したいと思いますので、ぜひね、チャンネル登録しといていただければなと思います。で、またですね、先日ね、シティエクスプレスのね、話をさせていただいて、前回ね、まだ一部しかね、このロイヤリティプログラム参加してない、また使えないみたいなね、話だったと思うんですけども、先日ね、シティエクスプレスね、すべてのこのシティエクスプレスで、マリオットボンボイね、全部参加、したっていう話ですので、まあ、今後ね、マリオットボンボイポイントも獲得することができますし、またポイント交換でね、利用することができる。またね、エリート特典とかもね、利用することができるっていう風になりましたので、このシティエクスプレス自体はメキシコ方面のね、周辺の国でしかね、展開されてないホテルにはなるわけなんですけども、まあ、利用される予定のある方ですね、ぜひね、覚えておいていただければなと思います。まあ、このシティエクスプレスはですね、先ほども言った通り、1ドルに対して、マリオットボンボイポイントは5ポイントしかもらえなかったり、またね、宿泊実績も2泊で1宿泊実績みたいなね、まあ、こういった感じになっておりますんで、ぜひね、こちらも覚えておいていただければなと思います。ということで、今回ですね、マリオットボンボイポイント購入最大 40% 増量キャンペーンと、またね、新ブランドについて話ね、させていただきました。まあ、追加の情報に関してはですね、本当に最近ね、マリオットボンボイホテルは、ベラージオホテルとも長期ライセンス契約ね、しまして、こちらは10月開始ということで、あともう2ヶ月内ぐらいでね、まあ、開始になりますんで、こちらもね、どういった感じのね、マリオットボンボイホテルのね、ステータス特典がね、利用できるのかとかね、非常に楽しみですよね。結構ね、ニュースがどんどん入ってきてますんで、またね、新しい情報ありましたらですね、解説ね、出したいと思いますんで、ぜひね、チェックしていただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。あ、ちょっとね、最後に言い忘れましたけども、マリオットボンボイポイントの購入って、今までトップキャッシュバックってね、アメリカのポイントサイトをね、経由していただくと、2.何%ね、ポイントバック取れてたんですよね。こちらね、残念ながら、トップキャッシュバック自体はですね、まだあるんですけども、このポイント購入に関してはもうトップキャッシュバックにね、まああれもアメリカのポイントサイトなんで、まあ広告が出なければ案件はないっていうのは日本のポイントサイトと同じなんですけども、アメリカのね、このトップキャッシュバックにも、このね、マリオットポイントの購入のポイント .com っていうのはね、掲載あったんですけども、残念ながらね、なくなってしまいましたということで、ポイント購入に関してはですね、残念ながらね、キャッシュバック受けることが今後できなくなってしまいましたので、この点もね、覚えておいてください。今までね、この、経由したらね、2. 何パー取れてたわけなんですけども、これがなくなってしまいましたんでね、ちょっと残念ではありますけども、こういった感じになりますんで、またね、復活したりしたらね、動画で言いたいなと思いますんで、この点もね、覚えておいてください。ということで、それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。